子供の頃の夢は漫画家になりたかった鳥パパです。今回は僕がお盆に帰省した時の鳥市の様子をお届けいたします。切ない、ね、もう今から行くからね、うん、鳥市も分かっとるね、多分ね、分かるよ、ね、はい、鳥パパ、帰省しますので、はい、行ってらっしゃい、はい、行ってきます。空港がね、うん、家から近いからね、うん、送っててあげたちゃん、あげたで行ってきます。はい、行ってらっしゃい、気をつけて、うん、ありがとう、うん、で、ね、飛行機のところについてちょっと撮ってみた。ちょっとかっこいいよね。かっこいい ね、うん、飛行機ね、だいぶ乗っとらんけど苦手、うん、あ、こう、なに、ぐーって上がるところ、ジェットコースターとか嫌いだもん。ああ、そうか、うん、俺好きだからね、結構、うん、よかったね、じゃあこういうところがめっちゃ好きで、上がる寸前、うんうん、それが嫌なのよ、急になんかブワッて出るじゃん、うん、はぁって感じド M ド M チャンネルね、俺ね。あ、そうね、はい、はい、でも綺麗なんだけどね、うん、ね、うん、で、そのところね、トニッシュはね、こんな感じで、なんで、なんで母さん一人で帰ってきたんだと父さんはどこだとおいって感じだね、ふてくされと、うん、あれ、どこっとって感じだねいや、そんな感じじゃなかった、うん、なんで一人ね今ね、この頃僕もね、飛行機からちょうど熊本を降りたぐらいかな、ここ、うん、到着しました。で、ここから始まるよ。でね、これね、もう一日でね、もう鳥市と話したくてね、会いたくてね、うん、じゃあなんで帰ったんやねんってまあ、ちょっとね、うん、全然帰ってなかったから、5年ぶりだからね、帰ったのは、ね、うん、だから帰ろうかなと思って、うん、でもね、さすがにね、でもね、うん、俺高3だったら、なんか普段私が散歩すると全然歩かんじゃんね、うんうんうん、だからどうかなって思ったんだけど、うんうん、いつもお父さんと散歩してる橋、うんうんうん、こっちよって連れてってもらって、うんうん、もう俺高3にしとったよ、ね、うんうん、かなり俺高3にしとったなと、うん、でご飯もちゃんとね、いい子に食べて、うんうん、特になんか、まあ、寂しいんだろうなっていう感じはしたけど、うんうん、いつも通りに過ごしてくれた。あ、よかった、それだけちょっとね、俺も安心した、うん、ね、お母さんがこうやってよって送ってもらった時にさ、うんうん、すごい、これこれね、散歩していただいたって、トニッシュが引っ張ってくれたよね、うん、そうよそうよ、うん、案内してくれたんか、そうよ大体はね、息子がトニッシュで、私がイギーでっていう風で、うんうん、夜は散歩しとったんだけど、うん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 、息子もね、おらん時があったから、うんうん、その時トリッシュ散歩行こうかって夜一緒に行ったんだけど、うんね、散歩してくれたね、これ俺ね、もう帰ろうかなって言った時に電話してさ、そうよそうよ、なんか明日家におるかとか言われて、うん、そしたらもうお父さんの声が聞こえたから、リビングにおったんだけど、トリッシュは、うんうん、2階にプワーって上がってきてここの部屋にお父さんおったのみたいな感じ、いや、おらんよおらんよでも俺こうやって、うん、探すんだよね、そうピー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 言っとったよね、どこや、うん、父さんどこや、うん、もうすぐ帰ってくるからね、待っとってねって、はいで、このね、次ね、帰りがけにさ、ワンピースのさ、うん、復興プロジェクトでね、作ってたジンベイ、うん、見に行ってきた。すごいかっこよかった、ここがね、うん、で、ね、帰ってきたよね、今空港から旅立ってきたところね、あいつに向かってね、うん、向かっていくよね、閉まっててねー、待っててねーって、ね、その時ついにやってきましたよ。ここから先は見てください、どうぞどうぞありがとうございます。
る。よかったね。そうか、そうか、嬉しいね。結構だ、嬉しい。ピーピーで鳴いとった。うん、スティッキーもよかったね。離れんね。離れんね。うん、離れん。いつもならもうよかっていう。よしよし。もうそこまでか。もうそこまでね。よかったね。あ、嬉しそうな顔して。よかったね。離れ。はい。5日間でこれ。いや長かったよね。トイシからしたら1ヶ月ぐらいで。よかったね、トイシュ。よしよし。落ち着いた。ついてきたな。うん。よかったね。素敵モリス。私のだし。よかったね。よかったよかった。あ、うさ。しつこいぞ。末っ子は甘えん坊だね。よしよし。やったやったなあ、敵が耐えたな、もうよかりや。よかったね、トリッシュ。ほんとよかったね、トリッシュ。明日からお父さんに散歩行ってもらってね。一緒に散歩ね。ご飯食べた？食べたい。食べたか。ババ草だよ。あ、忘れとった。なあ。でも武者返し書いてきたよ。武者返し。食べれるの私。無理かもしれない。なんと。大秀、大秀よかったね。やったね。よし。よし。落ち着いた。落ち着いたね。この日の夜の様子もね、こんな感じだったんだよ。なんかもうずっと離れんでって、うん、ねえ、本当にすごかったこの日の夜。ボストンたちもなんやっつって、何しとるんやっつって、うん、ねえ、ねね、はい、最後まで、ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。この動画が面白かったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。またね。また見てね。バイバイバイ。